吉川英二、三国志、群政の巻、生死一戦、一、曹操は見つけて、己、おのれ,あれなるは確かに呂婦と、遮る増兵を蹴散らして、呂婦の立っている高地へ近づこうとしたが、唐卓直参の理覚が、 横合いの沢から一軍を率いてどっと駆け寄り、曹操を生け取れ曹操を逃がすな曹操そうそうこそ乱族の司会ぞと、口々に呼ばわって、伏兵の大軍すべて、彼一人を目標に渦巻いた。八方の沢や崖から飛んでくる矢も、彼の前後を包む剣も矛も、皆、 彼一心に集まった。しかも、曹操の身は今や、全く基地に落ちていた。うまうまと、敵の作中に、その生察をらわれてしまった。君は戦国の勧誘だ。と予言されて、むしろ本望なりとかつて自ら祝した京万寺も、今は、 絶対絶命とはなった。奇祭獣王、その熱疏と気迫をもって、白面の位置空間よく、十八カ国の書庫を動かし、ついに、当宅をして、洛陽を捨てるのやむなきにまで、その希望は実現を見たが、彼の夢はやはり、白面青年の夢でしかなく、 はかない現実の末路を遂げてしまうのであろうか。そう見えた。彼もまた、そう覚悟した。ところへ、一方の結露を切り開いて、彼の心、加工園は、主を求めて駆けつけてきた。そして、ここの手を見るや否や、主君を打たすなと、一角から入り乱れて猛兵を突っ込み、 理覚を追って、ようやく曹操を助け出した。是非もありません。核なる上は、お命こそ大事です。ひとまず、ふもとの慶應まで引き下がった上となさい。加工園は、わずか二世の残兵を用して踏みとどまり、曹操に五百機ほどの守護をつけて、早く、早くと促した。帰り見れば、 一万の兵は打ちひしがれて三千を出なかった。曹操はふもとへ走った。しかし、道々行くたびも伏兵また伏兵の奇襲に脅かされた。従う兵も散々に打ち減らされ、彼の周りにはもう十機余りの兵しか見えなかった。それも馬は傷つき身は深で覆い、 共に歩けぬものさえ加えてである。惨めなる落ち武者の境遇を、曹操は視線のうちに味わっていた。人心地もなく迷い歩いて、ただふもとへふもとへと、うつろに道を探していたが、気がつくといつか日も暮れて、カンガラスの群れなくソリンのあたりに、酔い好きの気配がほのかに差し掛けている。 ああ、故郷の山に似ている。ふと、曹操の胸には父母の姿が浮かんできた。大きな土の差し登るのを見ながら、親不幸ばかりした。京万寺の目にも真実の涙が光った。脆い一個の人間に帰った彼は、急に五体の疲れを思い、 喉のカツに責められた。清水が湧いている。馬を降りて、彼は清水へ顔を寄せた。そして、ガブと一口飲み干したと思うと、またすぐ近くの森林から、執念深い敵の時の声が聞こえた。いや、ぎょっとして駒の背へ飛び移る間に、もう残るわずかな老刀も、 矢に倒れたり、逃げる力もなく、草むらにこと切れてしまっている。追いかけてきたのは、慶応城大使の女営の荒手であった。女営は逃げる一気を曹操と見て、閉めた引き絞った鉄球の一子を、ブンと放った。矢は、曹操の肩に立った。 に、しまった曹操は叫びながら、駒のたてがみへうつぶした。またも、上営の放った二つの矢が、ビュンと耳の脇をかすめてゆく。肩に突っ立った矢を抜いている糸間も,もなかったのである。その矢傷から流れ出る血潮に、駒のたてがみも、蔵も濡れ浸った。駒は血を浴びてなお、 教本を続けていた。すると、一村の木陰に、ざわざわと人影が動いた。あそうそうだという声がした。それは、女営の兵だった。勝ち立ちで隠れていたのである。一人がいきなり槍を持って、曹操の馬の太腹をついた。馬は高くいなないて、竿立ちに狂い。 曹操は大地へ跳ね落とされた。勝兵四五人がわっと寄って、生け取れとばかり折り重なった。仰向けに倒れたまま剣を抜き払って曹操は二人を切っただけで力尽きてしまった。落馬した刹那に馬の蹄めであばらをしたたかに踏まれていたからだった。時に、 曹操の弟曹光は、乱軍の中から落ちて一人この辺りをさまよっていたが、稲る馬の鳴き声がしたので、いや、今のは兄の愛和の声ではないか。と駆けつけてきて、月明かりに透かしてみると、今しも兄の曹操は、わずかな雑票腹の自由になって、高手後手に今しめられようとしている様子である。 そう、飛ぶがごとく駆け寄って、一人を後ろから切り伏せ、一人をなぎつけた。驚いて逃げる者は追わず、すぐ兄の身を抱き上げて。兄上兄上しっかりしてくださいそうこうですああ、お前か。お気がつきましたか。さあ、さあ私の肩に捕まって、 お立ちなさい今逃げた兵が、上営の軍を呼んでくるに違いありませんだ、ダメだ,めだ倉庫なんですと残念ながら、焼傷を負い、馬に踏まれた胸も苦しい。この身は打ち捨てていけ。お前だけ、早く落ちていってくれ。 心弱いことをおっしゃいますな。焼きずぐらい大したことはありません。今、天下の平乱ん。この倉庫などはなくとも、曹操はなくてはなりません。一日でも生きてゆくのは、あなたの天から受けている使命です。倉庫は、こう励まして、兄の着ている鎧兜を解いて身軽にさせ、小脇に抱いて、 敵の捨てたらしい駒のせいしがみついた。果たして。うわあと、女衛の手勢が後から追ってきた。総方は心も空に、片手に兄を抱え、片手に手綱を取り、目を塞いで、この身はともかく、兄曹操の一命こそ大事の今。処分店。 カゴありたまえと、祈りながら、無我夢中に逃げ続けた。坂落としに、山上から荒野まで降りてきた心地がした。やれ、ふもとへ出たかと思ってふと見ると、まんまんたる大河が、行く手に横たわっているではないか。それと見た曹操は、苦しげに弟を帰り見て、 ああ、我が命数も極まったと見える。倉庫、下ろしてくれ。潔く俺はここで自害する。敵のやってこないうちに。と、死を急いだ。三、倉庫は兄を抱いて、馬から降りたが、 決して抱いている手を緩めなかった。何です、自害するなんて。平常のあなたのご希少にも似合わぬことを。と、わざと知ったして。前にはこの大河。後ろからは敵の追撃。今や私たちの命運は、ここに終わったかのごとく見えますが、物極まれば通ず、という言葉もあります。運を天に任せて。 この大河を越えましょう河岸に立つと、白波のしぶきは岩差を洗い、流れは急で飛行も近づかぬ水の姿であった。身につけている重いものはすべて捨てて、双甲は一軒を口に加え、手追いの兄をしっかりと肩にかけると、残部とばかり濁流の中へ泳ぎ出した。甲に接していた、 低い雨雲が開くと、天の一角が鮮明に彩られた。いつか夜は白にかけていたのである。まんまんたる香水は虹に燃え立って、怪魚のように泳いでゆく二人の影を揉みに揉んでいた。流れは激しいし、深手を追っているので、走行の獅子は自由に水を切れなかった。みるみるうちに、 下流へ、下流へと押し流されてゆく。しかし、ついに悲願は目の前に近づいた。もう一息。と、走行は必死に泳いだ。対岸の緑層は、ついそこに見えながら、それへ近づくまでが容易でなかった。激浪がぶつかっては、渦となって流波を渦巻いているからだった。 すると、その下半からやや離れた丘に、上映の一部隊が精人地を敷いていた。川筋を監視するために、二名の保証が立って、行行の美観に見とれていたが、いや、なんだろう。一人が指さした。怪魚かいや、人間だ慌てて武将のところへ知らせにかけた。 武将もそれへ来て、曹操軍の落ち武者だ居てしまえと、土球集へ号令した。まさかそれが曹操兄弟とは気づかなかったので、看板にも急騒の列を敷いて、射術を競わせたものだった。ピュンブーン弦はなり、矢はうなって、彼方の水際へ雨かとばかり飛沫を立てた。曹操は、 すでに騎士へはいついていたが、前後に飛んでくる敵の矢に、しばらく死んだ真似をしていた。その間に、どう逃げようかを考えていた。ところがかえって、はるか川上から一手の軍勢が川に沿って下ってくるのが見えた。朝雲の晴れ渡った下に翻える騎士を望めば、それは、 紛れもなく形容状の大衆、女営の精鋭だった。あれに見つかっては。と、倉庫は、肝天道線ばかりに慌てた。矢走りの中も、今は恐れていられなかった。剣を回して、矢を獣王に投げ払いながら駆け出した。曹操も、矢を払った。二人か一人か、それは当面にはわからないほど、 愛用しながら駆けたのである。丘の上の隊も、川に沿ってきた一軍の軍勢も、早々兄弟が夜風の中をしのいで駆け出した影と見ると、さては名のある敵に違いないぞ逃がすなと、たちまち砂人を挙げて、東西から追い縮め、そのうち一正体は、早くも先へ駆け抜けて、二人の前をも立ち塞いでしまった。 死。丘から居放つ矢は集まってくる。とどまるも死、進むも死だった。一難、また一難。死はあくまで曹操を捉えなければ、やまないかに見えた。この上は、敵の屍を山と積み、宗家の兄弟が最後として、人に笑われぬ死に方をしてみせましょう。兄上も、 お覚悟ください。総方も、ついに決心した。そして、兄曹操と共に、剣を振りかざして、敵の中へ切り込んだ。敵は騒いで。いや、総家と言ったぞさては曹操、総方の兄弟と見えたり思いがけない大将首、あれを取らずにあるべきや 画廊が餌を争うように二人を覆い包んだ。すると、彼方の野添から七人の興風をあげて、これへ駆けきたる十機ほどの武士があった。昨夜から主君曹操の行方を探し歩いていた、加工順、加工園の二章の旗本たちだった。おお、ご主君、これにか十層の穂先を揃えて、 どっと横から突き崩してきた。いざ、とくと、壮兄弟に駒を進め、加工順は真っ先に、それ、落ちろと、木を揃えて逃げ出した。矢は休三のように追ったが、女営軍はついに追い切れなかった。曹操たちは人村の総輪を見て、ほっと息をついた。 見ると、五百ばかりの兵馬がそこにいる。敵か味方か物見させてみると、行行にも、それは曹操の家臣、宗人、李天、学臣たちであった。おお、君にはご無事でおいで遊ばしたかと、学臣宗人らは、主君の姿を迎えると、天地を拝して喜びあった。 戦は、実に惨憺たる敗北だったが、その秘境の中に、彼らは最も大きな喜びをあげていたのだった。曹操は、進化の狂気している様を見て、ああ、我誤てり。仮初めにも、小たる者は死を軽論ずべきではない。もし、夕べから暁の間に自害していたら、 この部下たちをどんなに悲しませたろう。と、痛感した。教えられた。教えられた。と、彼は心で繰り返した。敗戦に教えられたことは大きい。得難い体験であったと思う。戦にも負けてみるがいい。破れて初めて悟り得るものがある。 負け惜しみでなく、そう思った。一万の兵、余すところ、わずか五百機。しかし、再起の希望は、決して失われていない。ひとまず、課題軍に落ち延びて、コートを図るとしよう。曹操は言った。下降順、曹人たちも、それが良いでしょう。兵馬に礼して、そこを立った。 一貫の列語は寂しく課題へ落ちていった。三河は少々と敗傷の胸へ火が送った。生まれながら気づい気ままに育って、長じてもなお人を人とも思わなかった曹操も、今度という今度は痛く骨身に応えたものがあるらしかった。道すがら、高校の星を仰ぐたび、彼は一人呟いた。 君は乱世の勧誘だと、かつて預言者が俺に言った。俺は満足して立った。よろしい。天よ、百難を我に与えよ。勧誘足らずとも、必ず、天下の一遊になってみせる。